magnitude 7.3 quake rocks northeast Japan, tsunami advisory issued. Tokyo, a strong earthquake jolted northeast Japan late on March the 16th, 2022, permitting the Japan Meteorological Agency to issue a tsunami advisory in northeast Japan. The magnitude 7.3 earthquake struck off the coast of Fukushima Prefecture at 11:36 p.m. at a depth of about 60 kilometers. And then it was just on that night, once again, the fixed camera that was showing the Fukushima nuclear power plant was shooting strange objects flying over the plant. その夜のことです。またまた福島原発を映していた固定カメラが奇妙な物体を撮影していました。2022年3月16日の夜のことです。広志林、浜松シティ、ジャパン。2022年3月16日の夜のことです。福島沖でマグニチュード 7.3 の巨大地震が発生しました。その夜のことです。またまた福島原発を捉えていた固定カメラが奇妙な物体がその上空を飛んでいるのを撮影しました。今皆さんにご覧いただいているのがその時撮られた写真、動画ということになります。この辺りで、2倍速になっています。で、左上に注意していただきたいんですけども、このような物体が、福島原発の上空をですね、飛んでいたということになります。2021年2月13日、ちょうど1年と1ヶ月前の夜のことなんですけども、やはり大きな地震が福島周辺で起きたわけですけども、その夜のことなんですけども、右のような写真、動画が撮影されていました。固定カメラで撮影された動画ということになります。で、左のはですね、日中昼に撮られた、同じ固定カメラで撮られた福島原発上空あたりの様子ということになるわけですけども、かすかに水平線が遠くに見えます。それゆえにですね、右のこの物体は漁船である、船であるという説が、私のところに反論として届けられました。で、外国の方からですね、わざわざその分析動画、直接その方から送っていただきました。その動画についてはこの後皆さんに紹介しますが、右のような物体がですね、これが漁船というわけですが、これは私の検証によればですね、漁船ではありません。で、この位置ですとね、かなり遠くにその漁船があったということになりますが、それにしてもですね、動きが船の動きではないということですね。時々停止して、バックしてというような航行方法を繰り返しているわけです。船はですね、このような航法といいますかは許されて許可されていません。ともかくもですね、これは漁船か漁船でないかということになるわけですけども、私は漁船ではないと判断しました。その検証は
今言いましたように、この後に検証動画をですね、この後につなげておきます。で、この時もやはり地震が起きた直後にこのような物体が現れたということです。で、今回ですね、2022年の3月16日、やはり巨大地震が福島原発沖で起きたわけですけども、その時も冒頭でお見せしましたような物体が映り込んでいました。これは何かということなんですよね。で、この時もやはり地震が起きた直後にこのような物体が現れたということです。で、今回ですね、2022年の3月16日、やはり巨大地震が福島原発沖で起きたわけですけども、その時も冒頭でお見せしましたような物体が映り込んでいました。これは何かということなんですよね。もう一度その動画を皆さんにご覧いただきます。では、その両日に現れた UFO と断定して良いと思いますけども、その UFO を比較してみます。左上がですね、2021年2月13日に撮影された UFO ということになります。そして右下がですね、ちょうど1年1ヶ月後にですね、2022年の3月16日に撮影された UFO ということになります。形、色、形状、飛び方がですね、大変よく似ているというよりは同じと判断しました。で、左上の UFO が撮影された時にはですね、自衛隊のヘリコプター説、あるいはドローン説なども出ました。もちろん漁船説も出ましたが、しかし消去法で考えてそれらではないと、まあ、そのように判断したわけですけども、右下もですね、多分そのような、まあ、説がでね、出てくると思われます。ヘリコプターではないかとかね、いわゆる、ドローンではないかというわけですよね。しかしヘリコプターはこのような飛び方はしませんし、大変危険な飛び方をしているということになりますし、ドローンであるならばですね、巨大なドローンということになるのではないでしょうか。またこのように光を放って飛ぶということ自体にですね、それほど大きな意味があるとは思われません。まあ、ともかくもですね、あれこれ言われますけども、まさに未確認飛行物体ということになります。 UFO ということになるわけですね。この UFO がですね、果たしてエイリアンクラフトであるかどうかについては、それはこの段階では断定できませんけども、このような物体がですね、その両方の場面に撮影されていたということになるわけです。で、特にですね、今回2022年3月16日のこの物体はですね、2個ずつペアになっているような感じなんですよね。拡大して写した写真動画もありますけども、2個ずつペアになって飛んでいるというところが私は気になります。そして1つの UFO はですね、後ろにもやのようなですね、尾を引きながら飛んでいるのも分かります。
何よりも気になるのはこの動画ということになります。今左上の方にそれが現れてですね、上空を横切っていきます。全体に2倍速にしてあります。この飛び方ですよね。注意深くご覧ください。この飛び方を見てですね、私が最初にと言いますか気がついたのは、あの福島第一原発の事故、大事故の直後にですね、やはり福島原子力発電所の上空に現れた謎の物体です。その両者をここで比較していただきますが、結論はこの動画の最後にもう一度話させていただきたいと思います。Ah, the strange lights that appeared above the Fukushima nuclear power plant, UFOs, or fishing boat lights. A counter-argument that these lights are the lights of fishing boats and its related video has been sent to me, for which I thank Craig, who sent me this video. Very much. Let's think about it in this video while introducing this video to you. Are they UFOs or fishing boat lights? 福島原子力発電所の上に現れた奇妙な光は UFO なのでしょうか？それとも漁船のライトなのでしょうか？それについて、これらの光は漁船の光であるという反論と、その動画が私に送られてきました。それを皆さんに紹介しながら、この動画の中でその光は何であるかについて考えてみます。それらは UFO なのでしょうか？それとも漁船のライトなのでしょうか？広志林、ハメマスシティ、ジャパン。ここに紹介する動画はですね、クレイグさん自身が反論用に制作なさった動画です。で、クレイグさんの意見はですね、福島上空に現れた光はですね、UFO ではなくて海上で操業する漁船の光だというわけです。で、この同じ位置から同じ方向を見た動画が紹介されていました。今、上の方をですね、右から左に横切っていくのは貨物船だというふうに説明されています。かなり大きな船ということですね。ここが一つのポイントになりますから、皆さんも注意深くご覧ください。全体で16倍速になっていますから、早く右から左へと移動していきます。で、夜ですね、その同じ場所で漁船群がですね、操業していたというわけです。その光を、UFO と皆さん、私たちがですね、見間違えているというわけです。で、クレグさんはですね、交互に昼間のその様子と、そしてその問題の動画をこのように並べて紹介してくださいました。つまりこれらの漁船といいますか、光がですね、漁船のものではないとは言えないということなんでしょうね。つまり、そのような漁船の光がですね、このような形で動画の中に映り込んでいたというわけです。で、この光の、言いますか、この動画の出所そのものは確かということになるわけですね。で、私の方で比較してみます。左がですね、同じ場所から同じ方向を取った日中の福島原発の様子ということになります。そして右の方がですね、今回問題になっている動画ということになります。で、こう左右交互に比較してみるとですね、漁船の可能性もあるということになります。
まあ、空を飛んでいるというよりはですね、海の上で、まあ、その漁船がですね、まあ、操業しているというわけです。横縮めしてみました。比較しやすいようにですね。で、やはりこう気になるのが、その大型のと思われるその、貨物船ですね、左上の方に映っています。となるとこの漁船はかなり巨大な漁船ということになるのではないでしょうか。まあ、この両者をですね、比較してみるとですね、まあ、確かに漁船ではないとは言えないということになるわけです。あるいは船の明かりということになるわけです。で、私の方でさらに検証を続けてみることにしました。ただ一つ気になるのはですね、私が見慣れた、つまり海の上の漁船の光ではないような気がするということです。で、検証を重ねてみます。動きに注意していただきたいんですけども、まあ、飛行機に例えて言うならばですね、同じ方向に同じ速度で動いていく、あるいは並んで移動していくというところからですね、編隊を組んで移動しているように見えなくもないということですね。それがまあ全体として右の方に移動していくということです。で、一箇所強烈な光を出すところもありますけども、まあ、小さな、つまり遠洋漁業用のですね、いわゆる沿海、まあ、沿海 の、 その漁業の船はそれほど大きくなくても、船はですね、大きくないということがあるわけですけども、まあ、かなり大きな船だということになるわけです。ところがここで注意したいことはですね、どの船も一頭一つしか光を出していないということです。普通漁船といってもですね、いろんな光を出すわけですよね。いわゆるまあ左右灯も出しますし、それから船の上に一頭だけつけて航行し、あるいは漁業をするということもないのではないでしょうか、というような疑問が湧いてきます。まあ、これが船であるとするとですね、さあどうかなということですけど、もう一度動きを皆さん、まあ、把握してください。さらに5倍速にしてみました。全体で80倍ということになるわけですね。80倍速ということになるわけですけども、まあ、少し繰り返してみるとですね、何かしら船の動きとは違うという感じがしないでもありません。まあ、下の3つは、まあ、並んで移動しているということですね。で、今か、まあ、パッと光りましたね。まあ、そんなような光も見て取れるというわけです。繰り返しますが、この漁船群はですね、一つの光だけを船につけているように見えます。それが一つのポイントになりますけども、まあ、クレイグさん、国籍は分かりませんけども、日本の漁船はこういう光はと申しませんね。小さなね、あの本当にボートのような漁船の場合は小さな光一灯だけを灯して、例えばね、浜名湖で操業するということはある。それは私も知っています。しかし遠洋って言いますかね、遠、まあ、あのいろんな、ね、ボートあるんですけども、まあ、その少なくとも太平洋上に出る船のボートの船ボートのですね、光ではないように思います。で、気になるのはですね、この今大きさを見てください。矢印で右の方でね、その大きさを上下包んでみましたけども、かなり大きなものだということですね。で、左下がですね、これがあの福島原発で実際使われている巨大クレーンですね。まあ、クレーンの中でも特に大きなクレーンを使っているみたいですね。それがまあ左の下に写真になっているわけですけども、同じものが出てきました。で、その大きさと比べてもですね、その光の大きさはかなり大きいということですね。まあ、光ですから 夜大きく見えるということはあるわけですけども、それだけではなくてですね、その光がですね、クリアなんですね。かなりその、まあ、福島原発よりもさはるかに遠い、まあ、海岸、いわゆる海の上にあるあの船ですから、もう少しこうピントがですね、ぼやけてもいいのではないかという印象も持ちます。つまりですね、手前の福島原発のライトはですね、ぼんやりしています。このクリアなところを比較してみてください。つまり大きさとクリア度ですね、極めて大きな光だということです。となると、やはりこの光を出している船は大きな船ということになるのではないでしょうか。で、同時にそのピンボケ度を調べて、比較してみてください。まあ、下のですね、クレーンの方はぼやけていますよね。そしてまあほとんど形がわからないようになっているわけですけども、その遠くにあるその漁船の光がですね、クリアになっているということです。で、さらにその向こうにある、遠くにある漁船
と思われる船のですね、光も同じようにクリアだということですね。やや小さくはなっていますけども、どうかなということです。漁船のね、夜操業する漁船の写真を集めてみました。で、結論ということになりますが、沿岸漁業の場合は遠洋漁業よりもですね、より小型の、まあ、簡素な漁船が使われということはあるわけですけども、おしなべて全ての漁船がですね、一灯だけの光をつけて漁業しているというのは常識的に考えてもありえないのではないでしょうか。しかもですね、先ほど皆さんにご覧いただきましたように、貨物船ですらもあの大きさに見えるわけですよね。となると、ここに表、まあ、私たちが今見ているこの光はですね、本当に漁船の光なのかということになるわけです。まあ、少なくとも私のここでの結論はですね、少なくとも今ここに映し出されている光はですね、漁船の光ではないということになるのではないでしょうか。だからといって、それがですね、これらがですね、UFO であるというためにはですね、さらにいくつかのハードルを超えなければなりませんけれども、私は少なくともこの光はですね、漁船のものではないと判断しています。もしこれらが漁船のものであるとするならばですね、他の、例えば他の夜の風景にも同じようなものが映っていてもおかしくないし、それゆえにこのような話題にはならなかったということになるのではないでしょうか。まあ、このように問題になったということはですね、この夜、午前2、3時でしたかに特別にこうした光が見られた。だからこそこのように、まあ、このようにですね、今のようにですね、世間で騒がれているということになるのではないでしょうか。クレイグさん、どうもありがとうございました。Bye for now. It was June the 26th, 2019, at around 2:15 a.m. A fixed camera that captures the state of the Fukushima nuclear power plant was shooting strange things. This video was reported by a Japanese TV station.From that video, a journalist named Yasushi Onuma uploaded such a video to YouTube. The video is shown here. A
total of 7 to 8 objects are crossing the sky, as you see here. So, there have been various explanations about these objects, but what do you call them without calling them UFOs? Even if you think about elimination, they can be no other than UFOs. But that's not all. Similar objects, as shown here in this video, were filmed at that U.S. military base in Fort Worth, Texas, and at Virginia in Brazil. I am to introduce them to you from now on, but in addition, various UFOs have been frequently witnessed around the Fukushima nuclear power plant, and some of them have been recorded in videos. 2019年6月26日午前2時15分頃のことです。福島原子力発電所の様子を捉える固定カメラが奇妙なものを撮影していました。この動画は日本のあるテレビ局が報道したものです。その動画から大沼康さんという方が、ジャーナリストの方なんですけども、このような動画を YouTube にアップロードしました。今ここにお見せしているのがその動画です。空を横切るようにして全体で7から8機の物体が撮影されていました。で、この物体についていろいろ説明はされていますが、これらを UFO、 つまり未確認飛行物体と言わずして何と言うのでしょうか。消去法で考えても UFO 以外にはありえませんが、それだけではありません。ここにお見せしているのと同じような物体があのフォートワース米軍基地でも、またブラジルのバルジニア UFO 墜落事件の時にも撮影されていました。それらをこれから皆さんに紹介しますが、さらに付け加えれば、その福島原子力発電所周辺ではたびたび様々な形の UFO が目撃され、その一部は動画にも撮影されています。広林浜松シティジャパン。画面を見ながら説明します。10倍速でご覧いただいています。で、これら物体がですね、ゆっくりと左から右の方に移動していくのがわかります。飛行機ではないですね。ドローンでもないですよね。というふうに消去法で考えてもですね、これらはまさに未確認飛行物体ということになるのではないでしょうか。1機2機であるならですね、まあ、飛行機ということになりますが、これだけ数が多いと飛行機とも言い難いのではないのでしょうか。20倍速でご覧いただいています。動きがよくわかります。中にはですね、まあ、上下に移動したり、あるいは逆にバックしたりですね、あるいは静止しているものもあるということなんですね。で、この画像の中には捉えられていませんけれども、別の画像の中にはですね、ピカーッと、まあ、光をですね、発する、まあ、UFO も撮影されています。まあ、ともかくも、これは何かということですけれども、以前よりですね、あのフォートワース、まあ、UFO 攻撃事件と私は位置づけてますけれども、その事件の最中にも似たような物体が、
やはり撮影されています。と同時にブラジルのバルジニアで起きました UFO 墜落事件の際にもやはり同じような光を放つ物体が撮影されています。で、まずフォートバース事件と言って良いのでしょうか。それについて以前作りました動画を皆さんにご覧いただきます。Fort Worth military base in Texas, USA. It is widely said that UFOs attacked space facilities at Fort Worth in Texas, USA in the evening on May the 11th or 12th, 2011. Why was it attacked? Why was it attacked by UFOs on that evening?Some people claim that the incident is closely connected with a Vimana-shaped UFO found in Afghanistan shortly before the attack. Here is my report on the very mysterious incident occurred at Fort Worth, Texas, USA in 2011. 2011年の5月11日もしくは12日の日没後、アメリカ軍の中でも最重要基地の一つであるテキサスのフォートバース基地が UFO に攻撃されました。フォートバース基地というのはアメリカ軍の中でも宇宙軍の司令部がある基地としてよく知られています。その攻撃により500人前後の兵士が亡くなったとも言われています。その信憑性はともかくも、この事件は実に不可解な事件です。その夜、フォートバース基地は30分前後、謎の開口に包まれます。音もなく、またそれに気づいた人もほとんどいなかったようです。事件前後の写真を比べても、そうした攻撃の痕跡は全く見られません。で、それについての動画を発表した後、そのフォートワース基地から1マイルのところに住む視聴者から連絡が入りました。何でもその人自身も気づかなかったそうです。が、事件は確かにありました。その様子を動画に収めていた人がいたのです。で、その動画をご覧いただいてますが、その事件の直後、アメリカ政府は次のような公式発表をしています。怪光現象は、雷に打たれ、基地の変圧器、トランスフォーマーが故障したために起きたものであると。が、この説明をに納得する人はいません。近くに雷雲があったことは事実ですが、動画を見る限り、稲妻は、時々光る程度です。それに、雷によるものなら、こうまで繰り返し、怪光現象が起こるはずはありません。すぐに、停電ということになってしまうはずです。ともあれ、その事件はありました。アメリカ政府が、こうした公式発表をしていることが、その証拠です。さらに興味深いことに、プーチン大統領が、当時は首相ですが、その一週間後、こんな声明を出しています。この一週間前後に、アメリカ軍の基地がエイリアンに攻撃されたようだと。その記録も残っています。で、問題は誰がどうしてということになります。当日の動画の中には確かに数機の UFO が映っていました。またその UFO がフォートバース基地を攻撃したという説の根拠にもなっています。で、私の方で検証してみたところ、その UFO はかつてエリア51で働いていたことのあるチャールズ・ホール氏が目撃した、いわゆるトール・ホワイトと呼ばれるエイリアンが使っているスカウトシップ型 UFO と形が酷似していました。トール・ホワイトはカナダの前国防大臣の議会証言によれば、エリア51でアメリカ軍と一緒に仕事をしているそうです。現在の今も一緒に仕事をしているそうです。となると、ここで大きな矛盾が生じてきます。トール・ホワイトは一方でアメリカ軍に協力しながら他方でフォートワース基地を攻撃していたということになります。トール・ホワイトがフォートワース基地を攻撃するはずはないということになります。となると、誰が何のためにフォートワース基地を破壊したのか、あるいは攻撃したのか。その理由の一つとして多くの研究家が挙げているのがアフガニスタンで見つかったビマナ型の UFO、つまりエイリアンのクラフトです。そのクラフトをエイリアンとの約束を破り、アメリカ軍がフォートワークス基地に持ち帰ってしまったというのです。裏付けは取れていませんが、そうした証言がいくつか私のところに届いています。それに、
まあ、怒ったですね、怒ったエイリアンが、フォートワース基地を攻撃したというのです。ビマーナ型 UFO といえば、ラム族、つまり、レプタリアン族のエイリアン、まあですね、エイリアンの乗り物です。日本の縄文土偶を伏せたような形をした乗り物です。あるいは縄文土偶は、ビマーナ型 UFO そのものであったかもしれません。火炎土器と言われている土器が特にそうです。火炎土器には、その名の通り、火炎を思わせる飾りがついています。が、それはともかく、今のところ、この説明には、ここにも言いましたように、裏付けは取れていませんが、その可能性は十分考えられます。レプタリアンが、理由はともかくも、フォートワース基地を攻撃していた。つまり、その夜、フォートワース基地の上空に現れた UFO は、フォートワース基地を攻撃していたのではなく、そうしたレプタリアンによるフォートワース基地の攻撃を偵察、もしくは攻撃そのものを阻止しようとしていたということになります。この動画の中でそれを、まあ、裏付ける証拠を挙げながらと言いますか、状況証拠になりますが、それを挙げながら皆さんと一緒にそれを考えてみたいと思います。動画の説明をします。これがですね、アメリカ軍の中でも最重要軍事基地の一つであるフォートワース基地です。まあ、ここにですね、宇宙軍の総司令部があることでも知られています。そのフォートワース基地がですね、2011年の5月11日か12日、11日と書いてあるのもありますし、また別の、まあ、で、この動画の中にですね、小さな点が撮影ていますか、映り込んでいました。今、まるで囲んでみましたが、見にくいかもしれませんが、このまるで囲んだところにですね、何やらが、まあ、ホバリングといいますか、浮かんでいるのが分かります。まあ、ヘリコプターなのかということになるわけですけども、何でしょうということなんですね。で、その物体がですね、空にあって、そしてフォートワース基地をですね、上から攻撃しているというふうにも解釈できるということになるのではないでしょうか。即その周辺が全て停電ということになるのではないでしょうか。あるいは電気が切れてますから、次の変圧器に、まあ、その、こうした開口現象が起きるということはあり得ないわけですね。もう電気を止めてしまいますから、ね、まあ、パッと映ったのが、雷の光、雷光だと思われます。まあ、そういった中でこういった開口現象が起きたわけですね。で、これが、CG によるものではない。つまり、光を後からつけたものでないということはですね、この光ることによって、その周辺のがですね、明るく照らし出されるということです。で、近くのビルも中深く見ていただくとわかりますが、その反射光が映るんですね。今、パカパカっとこう、5つか6つ並んでいるところに、開口が出ましたね。まあ、というように考えてきますと、これは CG でもない。また、カメラによってですね、変圧器が故障して起きた開口現象でもないということになります。開口現象はありましたね。そして、まあ、こうした開口が、まあ、断続的に、できてみますか、30分近くも続いたと言いますからね。そして、まあ、空には UFO が現れて、この UFO が現れているところからですね、UFO による攻撃説が生まれたと思われます。で、この一つの UFO に着目、というか注目しています。まあ、この UFO ですね。で、飛行機であるならば、いわゆるまあ、ライトがつくはずですよね。赤と青のライトがありますけど、そういったものは見られません。で、これをですね、スカウトシップと言われている UFO と比較してみます。チャールズ・ホールっていう方がですね、エリア51で、まあ、トール・ワイトと一緒に仕事をしていました。で、その時に、スカウトシップを目撃します。で、そのチャールズ・ホール氏の証言に基づいて、まあ、こうしたスカウトシップの絵が描かれました。その、まあ、スカウトシップの形と比べてみますと、まあ、どこかよく似てると言いますか、感じがよく似てるということになります。で、チャールズ・ホール氏の暴露証言と言いますかね、彼は、退役後20年ぐらいしてから、この本を書き上げるわけですけども、その本を要約したのが、この原稿ということになります。かなりの量ですけども、全文翻訳してみました。で、その中に、まあ、今言いました、スカウトシップが、絵が載っていました。で、これは大変興味深い資料です。で、そのスカウトシップがですね、
大きさは結構大きいんですよね。あの、バスぐらいの大きさがあるということだそうですから、私たちが知っているバスぐらいの大きさだということです。これがその絵なんですね。で、まあ、スカウトシップというふうに呼ばれています。まあ、トールワイトのスカウトシップということになります。このスカウトシップと、先ほど言いましたフォートワースの上空に現れた UFO が、私は形がよく似ているというふうに判断しています。まあ、ということですね。で、まあ、その、チャールズ・ホール氏の証言を捉えて、カナダの前国防大臣のホン・ポール・ヘイリア氏が議会で証言しています。まあ、そういった意味でも信憑性は高いというふうに判断して良いのではないでしょうか。で、これがスカウトシップです。高速以上の高速、まあ、高速以上でね、宇宙を航行することができるそうです。そして左がフォートバースで現れた UFO の、拡大写真です。そして右が、チャールズ・ホーシーの証言に基づいて描かれたスカウシップ、シップの絵です。で、同じような UFO がですね、カリフォルニアの、クレアモントの上空に現れていました。これは Google Earth が偶然捉えた写真の中にあったわけですね。これがクレアモントです。クレアモントの上空、クレアモントをですね、あの、Google Earth で調べて、そしてタイムマシンで過去へ順にあのめくっていってくだされば、この写真を拾うことができます。これは球体で、それであの、太陽の光線の方向と比べてですね、両面が光っているってことですね。そしてややぼんやりしている。まあ理由はわかりませんけども、なんとなくこうぼんやりした形をしているっていうのが特徴ですね。で、紐があることから風船だという人もいますけれども、この紐は途中で切れてますね。それに、この写真そのものが衛星から撮られてますからね。ですから、例えば下を走る自動車は、このぼやけていないんだけども、この UFO はぼやけているというところにも注意してください。つまりですね、衛星から見れば、地上の、まあ、地上のもですね、この、いわゆるまあ、風船が飛んでいると、いわゆる風船だということであるならばね、飛んでいる高さもエラーの範囲、つまり同じ距離だと見ますと、巨大な風船ということになってしまいますね。つまりこれは風船ではありません。まあ、こうした、写真がですね、偶然、Google Earth の中に映り込んでいたということになります。ですからまあ、家よりも大きいってことになりますよね。少なくともね、衛星から撮っているってところに注意してくださいよ。衛星から見ればですね、地上500メートルも、地上0メートルも同じ距離と考えるわけです。続いて、ブラジルのバルジニアというところで起きた UFO 墜落事件の動画をご覧いただきます。この事件の特徴はですね、目撃者が多いということとですね、そして墜落現場の、まあ、動画が残っている板ということです。その動画の中にもやはり奇妙な物体が映り込んでいました。その物体に注意してください。まあ、あえて言うならばですね、今までご覧いただきました福島上空に現れたその物体と、さらにはフォートワース基地の上空に現れたその物体とよく似ているということになります。瞬間ですから注意してご覧ください。ヘリコプターのようにも見えますが、飛行機独特の点滅灯などは一切見られません。 Report suggests a total sum of 8 aliens, 1 dead, 2 injured, 1 later dead,5 unhurt and living unknown, not captured. A number of separate encounters through the day got reported in the Brazilian press, and there are currently 100 to 200 eyewitnesses still living in Virginia. Most of the reports claimed sightings of an alien with a large head and very thin body with V-shaped feet, brown skin,and large red eyes. 1996年の1月にブラジルのバルジニアに
UFO が墜落しました。報告をまとめると、合計8人のエイリアンが乗っていたと推定されます。1人が死に、2人が怪我をし、後にさらに1人が死に、5人が無傷で生きているか、現在捕らえられたと考えられています。多くの目撃証人が別々にいて、現在100人から200人の人たちがまだ生きているということだそうです。なお死んだり怪我をしたり、捕らえられたエイリアンは消防隊と軍によりどこかへ連れて行かれ、さらに数日後アメリカの NASA が英語を話す弁護士と共にやってきて、皆連れ去ったということです。さらにブラジルの若い兵士が毒殺されたらしいということも分かっています。この事件については多くのレポートが出されていますので、ここでは簡単に紹介し、この事件を別の角度から眺めてみたいと思います。興味のある方はバルジニア UFO 墜落事件で検索をかけてみてください。で、別の角度、つまり一般にグレーと呼ばれる、頭が異様に大きく、体が細い、身長が90から120センチ前後の小型のエイリアンですが、そのグレーはどうやら大変冷血なエイリアンのようです。冷血という言い方には語弊があるかもしれませんが、言い換えると人間的な感情や心の豊かさに乏しいエイリアンということになります。この事件の中でも若い兵士を毒殺しています。映画、ミストの遭遇で表現されているような、どこか子供らしい楽しさと、どこか可愛らしさを持ったエイリアンでないことだけは、どうも事実のようです。根拠はありませんが、バルジニア UFO 墜落事件を調べているうちに、私はそういう印象を持つようになりました。広し林、浜松シティ、ジャパン。それでは皆さんをブラジルのバルジニアに案内します。1996年にここで UFO の墜落事件が起きました。この事件の特徴はいくつかあります。まず第一に目撃者が大変多いということ、二つ目にエイリアンが生け捕りにされたということ、そして三番目に生き残ったエイリアンがですね、その後このバルジニアの街の中をですね、ローム、すなわちうろついてですね、一週間前後にわたって街中が大騒動になったということなんですね。で、これが多分、まあ、その時に死んだエイリアンの映像ということになるのではないでしょうか。で、事件のあらましもう一度繰り返してみますと、1996年の1月20日に、バルジニアで UFO が墜落したと。その様子は、まあ、多くの人に目撃されていると。で、計8体のエイリアンがいたと思われると。で、2体は死んで、1体は怪我をして、まあ、そして残った、エイリアンは無傷で、まあ、いたというわけですね。で、まあ、その時の様子を表したこのドキュメンタリー番組がこの番組ということになります。で、この、まあ、なんて言いますか、墜落現場行ったら消防隊員がですね、大変奇妙な、生き物を見たと、まあ、そのように表現してますね。ストレンジクリーチャーですね。そのように書いてあります。で、まあ、ここで子供、まあ、街の中でね、そのエイリアンが、生き残ったエイリアンがですね、まあ、ローンした、いわゆる、まあ、うろついたというわけですね。ですから、街中の人たちがそのエイリアンを見ているわけですね。で、この人たちも、エイリアンを見たということで、知の高さはこれくらいだったということを、今、説明しているんじゃないかと思います。で、もう一つこの事件で奇妙なところはですね、そのエイリアンを運んだ兵士がいるんですね。この若い方なんですけども、その兵士がですね、その2、3日後に死んでしまったと。で、血液の中を調べてみたら、未知の毒物が見つかったと。そして、まあ、この亡くなった兵士はですね、即埋葬されてしまったと。そして、まあ、家族の人がですね、そんなはずはないだと、元気だったんだと、何も間違ったことはないはずだということを主張なさっておられるようですね。まあ、こうした一連の事件を指して、バルジニア UFO 墜落事件と言いますけども、まあ、UFO 研究家の方によればですね、この事件は単なるその UFO 墜落事件ではなくて、大変重大な意味を持つ事件であるというふうに主張なさっておられます。で、ここに出てきますね。これはまあ血液の鑑定書もこうして証拠として出されているわけですけども、その中には毒物と言葉も出てきます。
で、もう一つ奇妙な点はですね、その、まあ、この事件があって、2、3日後にですね、NASA から、英語を話す弁護士と共に、がやって、職員がやってきてですね、弁護士は英語を話す弁護士だったっていうふうに、まあ、表現したんですけども、そしてその遺体とエイリアンを、まあ、この貨物機に乗せて去っていたと。その貨物機には一切の識別番号はなかったということなんですね。ですから、どこ行ったかわからないというわけです。で、結論ということになります。福島原子力発電所の上空に現れたその物体は何かということですけども、ここだけでは判断できないということですね。右がフォートワース空軍基地の上空に現れた物体です。で、左下がですね、クレアモントの上空で撮影された写真ということになります。右下がバルジニア UFO 墜落事件の際に撮られた動画ということになります。まあ、これら4社はですね、互いによく似ているということです。で、誤解があるといけないので、私の感想を述べさせていただくならばですね、右上のフォートワース空軍基地の上空に現れたこの物体は、むしろつまりその他からの攻撃に対してフォートワース空軍基地を守っている UFO ではないかと判断しています。一般にはですね、フォートワース空軍基地を攻撃している UFO というふうに判断されていますが、実はその逆、つまりフォートワース空軍基地を守っている UFO ではないかということです。またそのように考えるとですね、この4箇所に現れた物体 UFO は、つまりは人間側に立って、まあ、人間側を守っている UFO であるという点でですね、私はより納得できるということになります。さらに福島上空に現れた UFO について皆さんと一緒に考えてみたいと思います。ともかくも今皆さんがですね、ご覧いただいている、まあ、この物体はですね、少なくとも人間の私たちを攻撃している、つまり敵対的な意図意思を持った UFO でないことだけは事実ということになるのではないでしょうか。あえて言うならばですね、まあ、人間日本人というよりもですね、地球全体のつまりは安全をですね、このような形で、まあ、ET、エイリアンということになるわけですけども、そういう方たちがこの地球を守っているというふうに解釈できるということになります。その理由はと言いますか、私がそのように思う根拠はこの後の動画を見ていただければわかると思います。Nuclear fuel debris is a sort of radioactive waste which contains radioactive material. It is usually a byproduct of nuclear power generation and other applications of nuclear fission
or nuclear technology such as research and medicine. Radioactive waste is very much hazardous to all forms of life and the environment, and is regulated by government agencies in order to protect human health and the environment. Here is another mystery about the debris in Fukushima nuclear power plant, which was destroyed on March 11, 2011, with 800 tons of nuclear waste debris. 800 tons! The number one, number two, and number three nuclear power plant have been already melted out and melted down, and the number four was exploded on that day. 核燃料廃棄物、それがデブリです。放射性物質そのものであり、人間のみならずあらゆる生物にとって大変危険なものです。2011年の3月11日のあの福島第一発電所の事故により、第1から第3号機がメルトダウンを起こし、4号機も爆発しました。そのため約800トンものデブリが発生したと言われています。そのデブリから発生する放射線量は、そのままであれば北半球全体に大きな影響を与え、まさに地球的かつ致命的な大災害をもたらすほどの量だと言われています。が、謎はここから始まります。確かに今の今も大災害ですが、それでも日本はなんとかそのデブリを抑え込んでいるかのように見えます。私はここにいて、あなたはそこにいます。かろうじてかもしれませんが、コントロール可能な状態にあるということです。が、私はここが謎だというのです。広し林、浜松シティ、ジャパン。まず皆さんに、原子力発電所なるものがいかに危険なものであるかということを分かっていただきたいと思います。広島です。1945年です。原爆が投下されました。その原爆の直後、直下の放射線量は毎時244シーベルトであったと計算されています。244シーベルトです。今日は一つずつその証拠資料を皆さんにお見せしながら話を進めていきたいと思います。ある学者の試算によるとですね、244シーベルトとなっています。核燃料棒の説明をします。ウランを濃縮後、焼き固めてペレットを作ります。そのペレットを並べて燃料棒を作ります。そしてその燃料棒を束ねて燃料集合体を作ります。そしてそれを原子炉の中に入れます。で、この燃料棒は普通に通常に使ったとしても、例えば1本あたりの表面線量は広島原爆の約410倍、約10万シーベルトとなります。広島型原爆の410倍の10万シーベルトである点に注意してください。ここにも書いてありますように、桁が2桁違うということです。そしてその燃料棒が福島第一原発だけでもなんと1万1000本もあったというのです。1万1000本です。1本で10万シーベルト、それに1万1000本をかけると11億シーベルトという数字が出てきます。が、これとて
通常運転の時に発生する放射線量ということになります。つまり核燃料棒がメルトアウトしたりメルトダウンすればその危険度は飛躍的に増大するということです。がその危険性については一般にはあまり認識されていないようです。というのもですね、一般にはシーベルトの単位はその100万分の1のマイクロシーベルトという単位を使うからです。例えば8217マイクロシーベルトというのはですね、シーベルトで計算しますと 0.008217 シーベルトということになります。つまり11億シーベルトということは11億かける100万マイクロシーベルトということになります。今赤い丸で囲んだところが1シーベルトということになります。つまり途方もない放射線量ということになります。そしてここにも書いてありますように、もし6000本以上の使用済み燃料を貯蔵している使用済み共用プールも管理できなくなってしまったら地球が終わってしまうということになります。繰り返します。地球そのものが終わってしまうということになります。その地球が終わってしまうような大事故が福島第一原発で起きたということになります。で、右の雲はですね、これは水蒸気爆発ではなくてまさにキノコ雲だったと言われています。そして1号機から3号機までがですね、メルトアウト、メルトダウンしています。現在の今もそのデブリースがですね、どこにあるかさえ分かっていません。そして4号機も爆発しました。ここで一つの謎が囁かれています。4号機の使用済み燃料プールにあった燃料棒がですね、なくなってしまってそのプールが空になっている、いたというのです。考えてみればこれほど謎めいた話もないわけですけども、その福島第一原発の事故はあのチェルノブイリ原子力発電所の事故の約2倍から3倍の放射性物質を吐き出したというのです。ですから多くの学者は福島から半径800キロから1000キロの範囲ではもう人は住めないというふうに判断していました。で、今ご覧いただいているような高濃度の放射性物質を含んだ空気がですね、このように太平洋に流れていったそうです。で、話を先に進める前にもう一度あの事故を考えてみたいと思います。福島第一原発はこのような形で破壊されたということになります。で、1号機から3号機は現在メルトアウト、メルトダウンしていることが確認されていますが、肝心のデブリースは見つかっていません。カメラそのものが中に入ることができないからだそうです。つまり行方不明ということになっています。で、4号機のプールは空になっていたということなんですね。となると現在行われている燃料棒の移動操作というのは一体何かということになるわけですけども、その量はですね、広島型原爆の、広島型原爆がですね、244シーベルト、空中で爆発したためにですね、放射性物質は飛散したわけですけども、それでも244シーベルト毎時、毎時244シーベルトであったと言われています。一方、
原子力発電所に使われる燃料棒というのはですね、ウランを濃縮後焼き固めたものを使い、そしてその燃料棒を束ねて集合体として原子炉内部の圧力容器の中に入れられます。その燃料棒はですね、通常に使ってもですね、1本あたりの表面線量は10万シーベルトです。つまり広島型原爆の410倍ということです。1本だけで1年間に410倍ということですよ。そしてそれがですね、福島第一原発だけでも1万1000本あったと言われています。まあ、現在の今も1万1000本あるということになります。ですからその10万シーベルトに1万1000をかければですね、それで放射線量が計算できますけども、それは通常運転の場合です。メルトダウンした場合にはさらに桁違いの放射線量が出るものと考えられます。が、私はここがおかしいと思うわけですけども、実はあの事故の後、第一原発の上空に UFO なるものが出現していました。これは原発に備え付けられた固定カメラから撮られた映像です。この矢印のところに注意してください。この矢印のところに奇妙なものが映り込んでいました。この画像は捏造ではありません。固定カメラによって撮られた画像ということになります。そしてこの奇妙な物体がですね、これ約60倍速で撮影されているわけですけどもね、一番上の右の方に秒数が表示されてますけども、ちょうど1分が、1秒で1分進んでいる感じで時計が早送りになっています。でその画像の中にこのような奇妙な物体が映り込んでいました。私は当初これクレーンかなんかの先かなと思ったんですけども、どうやらクレーンの先でもないようです。この奇妙な物体は今この中央にあります鉄塔の向こう側を横切ります。注意深くご覧ください。これは何かということですけども、福島第一原発にの、画像動画についてはですね、フェイクのものがですねたくさん出回ってますから、皆さんもご注意ください。鉄塔の向こうへと重なっていきます。となるとこれは何かということになるわけです。もう一度皆さんにご覧いただきます。太陽は向かって右側にあると考えられます。ですからその太陽を受けて建屋が光り、そして同時に上の物体も光るということですね。そしてこの物体が今鉄塔の向こうに重なります。ここが一つのポイントですから、ここでポーズしてみます。注意深くご覧ください。鉄塔の向こう側にその物体が入り込んでますね。さらに合成写真の可能性もありますが、よく見ていただくと分かりますように、上の文字の向こう側にその物体があるのが分かります。不可能ではありませんけども、ここまで手の込んだ合成写真というのは大変難しいのではないでしょうか。なおかつその物体はタワーの向こうにあるということは、これはクレーンのクランプのような小さな物体ではないということになります。私は UFO と判断しました。つまりあの事故の直後に福島第一原発の、位置からして3、4号機の上にこのような物体が現れていたということになります。事故と関係があるのかないのか、あるいは今の私たちが今ここにいることと関係があるのかないのか、さらに言えばですね、あれほどの大事故と思われた事故であるにもかかわらず、今だ人間がですね、あるいはもっと言えば日本人がそれを制御可能な状態に置いていることと関係があるのかないのかということにもつながっていくのではないでしょうか。で、結論ということになりますが、ここで最大の謎が生まれます。東京大学大学院の教授、早野
劉呉氏は次のように述べています。私自身も別方面から実感を得ていました。福島市にあるテレビ局の社員約30人が事故直後から翌年3月までの1年間ガラスバッジを持ち続けていたのです。当時福島市にあった代表的なモニタリングポストから得られた空間線量の計測値から推計するとテレビ局員の積算積量は8ミリシーベルトくらいになるはずでしたが、実際は8分の1の1ミリシーベルトにも達していませんでしたということなんですね。つまりあちこちで計測される放射線量は予想の値よりもはるかに少なかったというのです。これは福島第一原発のあの事故の最大の謎ということになります。メルトダウンしてできたデブリはどうして今の今も見つかっていないのか、あるいはどこへ行ってしまったのか、そして4号機の燃料プールの中にあった使用済み核燃料棒はどこへ消えてしまったのか、さらに言えばあれほどの大事故であったにもかかわらずどうして周辺の放射線量は予想よりもはるかに少ないのか、そしてもう一つ、そうした事実とあの福島第一原発の事故の直後に現れた UFO と何か関係があるのかないのかという謎が次々と生まれてきます。つまり今程度で済むはずがないような大事故が今程度で済んでいるということが謎ということになります。 Bye for now。は3時57分頃ということになります。この津波の到達予想時刻と満潮時刻が重なりますとさらに津波が大きくなって襲ってくる恐れも十分にありますのでご注意ください。こちら画面には津波の到達予想時刻と満潮時刻が表示されています。石巻市相川では11時50分頃まもなくということになります。相馬では0時、石巻港では0時10分、仙台港では満潮時刻は3時57分頃ということになります。この津波の到達予想時刻と満潮時刻が重なりますとさらに津波が大きくなって襲ってくる恐れも十分にありますのでご注意ください。こちら画面には津波の到達予想時刻と満潮時刻が表示されています。石巻市相川では11時50分頃まもなくということになります。相馬では0時、石巻港では0時10分。
Cylindrical UFOs have been witnessed all over the world and on many occasions they sit stationary in the sky for very long periods of time. Several have been witnessed to return the following day to the same location as if they have not yet finished their surveillance. Here it is my pleasure that I can show youAnother sighting case by Mr. Kunio Orita, a Japanese Self-Defense Force pilot, a sighting report of a Komatsu Air Base, Ishikawa Prefecture, Japan. 世界中でシリンダー型の UFO が目撃されています。そしてそのシリンダー型 UFO は長い時間その位置に滞空していることが多いそうです。あるいはあたかも何かの調査をやり残したかのように翌日同じ位置に戻ってくることも多いそうです。ここに元航空自衛隊員織田邦夫氏のシリンダー型 UFO目撃事件の報告例を紹介できることを大変光栄に思っています。なおこの情報は名古屋在住の山口京子さんよりいただきました。広林浜松マスリージャパン。山口京子さんが送ってくださった本の前書きには次のようにあります。アメリカ航空宇宙局 NASA が運営する探査機キュリオシティが火星上で活動していることはご存知でしょう。 NASA はキュリオシティが撮影した画像を世界に公開していますから、天文ファンはもとより UFO に関心を持つ人たちも画像を解析しています。すると2016年夏、キュリオシティが火星上空を浮遊する UFO を撮影していたことが判明し、世界中の研究家たちに動揺が広がりました。キュリオシティの右側ナビゲーションカメラが山脈の上に明るい光が現れるのを捉えていたのです。その31秒後、左側ナビゲーションカメラが火星の表面に近づいたように見える光の画像を撮影しました。カメラの制作責任者はキュリオシティから受け取った何千もの画像の中にほぼ毎週明るい点が映っている、ほぼ毎週明るい点が映っていると述べています。佐藤守著、宇宙戦争を告げる UFO の一節を朗読させていただきます。私と自衛官たちの UFO 接近遭遇。無視された貴重な映像。講談社のプラスアルファ新書実録自衛隊パイロットたちが目撃した UFO には、目撃した14人の自衛官たちの証言を収録しました。前述したように自衛隊内には UFO には無関心か、あるいはいかがわしい非科学的なものという観念が蔓延していますが、航空自衛隊員といってもパイロットは約 3% の存在に過ぎません。ですから UFO
目撃情報が限られるのは仕方がないことです。そして現役時代には目撃した事象を口に出すパイロットはさほどいませんが、 OB になるとガラリと変わります。これは民間航空のパイロットも同様で、現役時代にはなぜか体験談を語りたがりません。民間航空では大事なお客様を預かる身として飛行安全上ふさわしくない人物を採用することはできません。 UFO 信者イコール精神疾患者、 UFO 信者イコール精神疾患者とされて排除されてしまうようです。 UFO を目撃したとうっかり口外すると地上勤務に回される、つまり直接収入にも影響するらしいのです。しかし前期の書で取り上げた優秀な後輩の体験は非常に貴重なものでした。1979年から80年頃のことです。この折田邦夫2位は小松基地からスクランブルしたものの大正期国籍不明機を目視発見できなかったため、しばらく洋上で警戒監視飛行を続けていました。その後任務を解かれ小松基地に向け帰投中の出来事です。両機とともに2機のファントム戦闘機は能登半島沖の高度約3000メートル付近を降下中でした。するとスプレッド体系、つまり300から400メートルくらい離れた体系で飛行している2機のど真ん中に突如 UFO が出現したというのです。繰り返します。スプレッド体系、つまり300から400メートルくらい離れた体系で飛行していると2機のど真ん中に突如 UFO が出現したというのです。両機が無線でなんじゃあれはと叫んだので外を見ると、なんと茶筒のような形の UFO がファントム戦闘機と同速度同高度で飛んでいたのです。しかしその形状は航空工学的にはとても空中を時速700キロ以上で飛行できるようなものではなかったと言います。 ID つまり識別写真を撮れと命じられた折田邦夫2位は写真撮影しました。そして帰投後に現像されてきた写真には奇妙な形をした物体がはっきり写っていたと言います。これを見た飛行隊員は皆一様に驚きました。その後正式な報告書は航空団司令部を経て上級司令部に挙げられたものの所在不明になってしまいました。繰り返します。所在不明になってしまいました。なぜでしょうか。この時の写真があれば UFO 研究所非常に有益に働いたと思われ、実に残念です。繰り返します。実に残念です。皆さん、これが現実です。そしてこれが事実です。Bueno, aquí le quiero presentar estos testimonios que me parecen a mí extraordinarios, ya que son personas de un gran nivel de credibilidad, miembros del rescate alpino de México, aquellos que cerca del cráter del volcán Popocatépetl realizan ascensiones en busca de personas perdidas o de aquellos aventureros que no saben en lo que están incursionando. Bueno, ellos han visto lo que parecen ser personas de 2 a 2.5 metros, sin protección alguna para las condiciones tan extremas que hay en ese lugar y que deambulan libremente por ahí. ¿Qué le parece a usted esta información? Se la presento con Johanan Díaz.
¿Usted creería que existen seres de azufre? ¿Por qué no considerar que quizá este sitio sea vigilado, como aseguran los lugareños, por seres extraños que vengan de otros planetas y estén extrayendo algún tipo de mineral para emplearlo en sus naves o en general para su civilización? Para Tercer Milenio, Johanna Díaz Vargas.佐藤守著宇宙戦争を告げる UFO 講談社版を届けてくださいました名古屋の山口京子さん、どうもありがとうございました。大変貴重な資料になりました。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. At sunrise on the 14th April 1561, the citizens of Nuremberg beheld a very frightful spectacle. The sky appeared to fill with sort of strange objects from which red, black, orange, and blue, white discs and globes emerged. 1561年4月に起きたですね、ニュルンベルグの宇宙人戦争についての話をします。この情報は、K ・ミヤさんからいただきました。で、調べてみました。ここにニュルンベルグが、ドイツのね、ニュルンベルグがあるんですけども、ここでかつて宇宙戦争が起きた可能性が非常に高いです。まあ、ドイツでも、まあ、屈指の、優勝あるといいますか、まあ、あの古い町並みの町ですね。このニュルンベルグで今言いました1561年の4月14日にですね、ここの住民たちは実に奇妙なものを目撃したのであります。すなわちエイリアンの戦争ですね。それについての